はい、どうも、赤トゲメットです。今回は、こちら、すってはっくんをやってみたいと思います。じゃあ、始めましょう。このゲームは、任天堂パワーのゲームですね。はい、クラシックコントローラーつけてます。すってはっくん、このゲームは、1998年8月1日に、任天堂パワーで書き換え開始ってなってます。アクションパズルですね。当然当時はパスワードを使えたんですけども、今は使えませんと。じゃあ早速ゲームスタートしていきたいと思います。はっくん1、よし。はい。今回はチュートリアルということで、いろいろあります。一個ずつ見ていきましょう。多分チュートリアルは2回ぐらいに分けてやると思います。じゃあ早速行きましょうか。まあ言葉ですね。まあオンラインマニュアルということで。コントローラー。決定が A ボタン、キャンセル B、ジャンプが B、数拍が Y と。まあ、後々。まあ、ざっくり確認しておき。移動ですね。左、右。で、B ボタンでジャンプ。Y ボタンで下で捨てる。こんな感じですね。はい、戻りましょう。じゃあどんなゲームか。行きましょう。ブロックの秘密。プラクティス。ハックンは B ボタンでジャンプできます。最大 1.5 ブロック分飛べます。はい。あ、これチュートリアルなので勝手に進みます。Y ボタンでブロックを吸うことができます。チュート吸いましょう。ほい。もう一度 Y ボタンを押すと、光る枠の場所。位置に吐き出します。プーッと出しましょう。前ボタンで吸ったり吐いたりですね。はい。あ、これが自分でできるってやつですね。B ボタンでジャンプ。Y で吸って吐き出してですね。こんな感じです。この物語の物語じゃない。このゲームの目的は、レインボーを集めることですね。後々出ると思います。はい。ちょっと久しぶりの実況なので、ちょっと緊張はしています。はい。
ハックンはブロックになります。さっき乗ったな。足場としてどんどん利用しちゃいましょう。すり抜けます。ブロックは邪魔になりません。スルリとすり抜けます。乗れるのはてっぺんだけです。はい、まあこんな感じでできると。横からすり抜けたりできるというわけですね。はい、空中にポン。はい、ブロックは空中にも吐き出せます。もちろんその上にハックンが乗っても平気です。まあ物理的とかめんどくさいので、まあ、ある意味これ物理的なんですけどね。こういう風に空中にやっても大丈夫と。こんぐらいは届くと。壁の向こうにも、壁の向こうもですね。はい、ブロックは壁の中でもどこでも吐き出せます。とても便利です。ハックンの口が届けば何度でも何でも吸えます。ブロックもこの通り、半ブロックずれても吸えるっていうことですね。ちなみに、これ初プレイなんですけど、スタックン自体は、他の動画で見たことがあります。まあでも解放とかは覚えてないんですけど、この壁の向こうのアクションは結構重要です。まあ覚えてないですけどね。ハックンは 1.5 ブロック分のジャンプしかできないので、あまり高いところには届きません。あとちょっとで届くのにというときはブロック上げを使うといいですよ。ブロックを吐くときに Y ボタンを下回りし、そのまま、十字ボタンを上に入れましょう。ハックンが頑張って半ブロック分持ち上げてくれます。頑張って、ぽい。こうすればちょっと高いところでもバッチリ届きます。幸せいっぱいですね。というわけでこれで届くと。同じ要領でもう一度やってみましょう。 Y 上です。こう、はい、この通り。またまた幸せいっぱいです。ん、上を押しっぱにして Y です。 Y 押し Y んY で普通に吐き出す。上を押しっぱで Y を押しっぱで上に上げる。なんかややこしいですね。 Y をすぐ離すとダメなんですね。はい、これ実際にやってみるとわかると思います。ちょっと上げる。色の秘密使ってみましょう。ハックンが吸えるのはブロックだけじゃありません。壺からも色を吸えます。吸うのはやっぱり Y ボタン。壺の中身は何度吸ってもなくなりません。ちょっぴり幸せです。色を捨てたいときは、十字ボタンの下でペッとしたらいます。ペッ。下ですね。吸った色はブロックに注入することで利用できます。色を入れるときも Y ボタンです。Y。色はブロックのエネルギー、注入すると一定の動きを繰り返します。止めたいときは色を吸い出せば止まります。どんな仕組みだ。エネルギーです。Y で吸って下で吐き出す。インジェクション、こんな感じですね。
こんな感じです。じゃあ次行きましょう。赤、青、黄。色は赤だけではありません。他にも青や黄色があります。そしてブロックは注入される色によって動きが変わります。赤は縦、青は横、黄色は斜めです。ややこしい。はい。ブロックに青や黄色を注入すると、ハックンの向いている方向に動き出します。向いている方向ですね。じゃあ行きましょう。あ。まあ今のわざとなんですけど、こうやってやり直せます。一応アクションパズルなので、手詰まりになったらやり直すことができます。おっとっと。はい、違う色が欲しい。壺の中の色を変えるにはスイッチを使います。上からギュッと押してください。ちょっと心地よい感触とともに壺の中の色が変わります。心地よい感触。プニッ。使える色は面によって違いますが、ちゃんと画面右下に表示されていますので安心です。下のこの部分ですね。ほい。だからこの場合は赤ですね。赤で上下。で、こうやって取ると。プニプニプニ心地よい感触。もう一回。OK。これ、じゃあ、重なっちゃった。こうやって、注入。で、B でジャンプして、これですね。次。多いですね。ブロックの、ブロックと色の上手な使い方。吸ってまた入れて。ここら辺から中級者向けですかね。ブロックは色が抜かれると止まり、色が注入されると再び動き出します。うまく使えばどんどん上へ持っていけます。利用しちゃいましょう。すげえ。こういうふうにちょっとずつ上へ行けるっていうことですね。捨てて置いて行きよった。これ後で使いますね。タイミングを合わせよう。はい、2つのブロックの動きが合ってないとどんなに頑張っても乗れません。はい、そんな時は片方の動きをずらし乗れるようにしちゃいましょう。どうやって？なるほど。お互いのブロックが近寄ったり離れたりを繰り返すようにすれば、次から次へとブロックに飛び移れます。このチュートリアルは、最初1回だけしか見ないので、詰まったら、このパート1回目ですか、パート1回目と2回目を見ればアクションはあるので、まあこの回はこの回っていうことですね。上に行きたいのですが、これでは登れません。はい。ブロックを使おうにも口が届きませんね。困っちゃいました。こんな時はブロックをずらしてあげればいいのです。見ていてくださいね。はーい。
ブロックが上に行った隙にハックに口を出させて、マツコと少々。はい、半分ずれました。はい、ハックの口の位置はちょうど半ブロック分なのです。なんと都合がいい。あとはもう一度色を入れてあげればいいのです。で、半ブロック、ブロックが半分ずれたので上でも吸えました。ちょっと幸せです。捨てて、吸って、あげて、応用すれば青でも黄色でも使える技です。ちゃっちゃと覚えちゃいましょう。はい、覚えます。じゃあ、でこのままでは吸えないので、間違った、こうですね、待機ですね。そして上からでも吸えると。違う。はい、上げてジャンプ。掴んだままで、ハックンは、ブロックを吐くときに Y ボタンをずっと押しているとブロックを離しません。そのまま動いているブロックに乗ったままを行うと、ブロックを掴んだまま移動ができます。ほう、Y ボタンを押せばハックンは手を離し、ブロックは砂場に置かれます。ブロック上げだって動きながらできます。もうバッチリです。はい、もうバッチリですね。どこが、いずれ慣れます。はい、こうですね。あ、動けない。こうですね、上げながらポイッとジャンプして、はい、これは割とめんどくさいですね。割とめんどくさいですね。あ、使うでしょうか。